ロベール・カサドシュ・ロベールと妻のギャビー・カサドシュ。ロベール・カサドシュは、フランスのピアニスト、作曲家。日本語では、カサドシスの表記も見られる。パリの音楽家一族に生まれる。パリ音楽院で、ルイ・ディエメに支持して、1913年に主席を、1920年には、ディエメ賞を獲得。1921年に、ピアニストのギャビー夫人と結婚した。 1922年からラベルと共同して、ピアノロールへの録音を行い、フランスやスペイン、英国でも、ラベルと共演した。独奏者として後大陸に現れ、頻繁に、ギャビー夫人と演奏し、また録音した。門人にもニク・アースや、クロード・エルフェイがいる。1935年から、フォンテーヌ・ブローのアメリカ音楽院で共弁を取り、 第二次世界大戦中は米国に亡命した。戦後は1950年に帰国し、1952年までアメリカ音楽院の院長となった。カサドシュの演奏様式は古典的で抑制が効いている。ラベル作品のほか、ジノ・フランチェスカッチとの共演によるベートーベンのバイオリン・ソナタの録音は評価が高い。中でも第9番。 クロイツェルの演奏風景は映像化され、近年 DVD にも復刻されたほか、自作の録音でもフランチェスカッティと共演した。またカサド氏シュは、ギャビー夫人と息子ジャンとの共演により、モーツァルトの2台のピアノのための競争曲編補聴調,調や3台のピアノのための競争曲へ聴調,調も録音した。競争的作品の録音は、ダンディのフランス3人の歌による、 公共曲やラベルのピアノ競争曲と蝶々もあり、それらはコロンビア公共楽団やジョージセル式によるクリーブランド還元楽団、友人オーマンディ式のフィラデルフィア還元楽団との共演によっていった。カイルベルト式バイエルン放送公共楽団との共演による最晩年のライブ録音も近年になって復刻された。作曲家としては7曲の公共曲、 三曲のピアノ競争曲、多数の室内楽曲などを残している。ABLP ラベルピアノ曲全集一ライナーノーツ。ありがとうございます。